こんにちは出口ですこんにちは本山ですリサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いしますお願いしますすごいおじさんになった話をするんですけど <laughs> なんか最近肩がすごいヤバくて <laughs> おじさんですねそれは <laughs> でなんかある日 ちょっとその前日になんか結構連続してずっとパソコンの作業やったんですよそ、うん、したら次の日肩が全然上がんなくなってこれはやばいと思って初めて針に行ったんですよね、うん、おお針はい行ったことあります針針はねないないですね僕はあ,あそうなんだうん僕も初めて,行っ,て行ったんですけどなんかびっくりするぐらい軽くなって針行ってからいやーなんかいいって聞きますよね 何か、うん、謎,謎の技術だなと思ってな,なんでこんなに軽くなるんだろうと思ってなんか肩こりってよくあの血流の問題だってよく言いますよねうんだからこう血行が良くなると多分こうねその肩こりみたいなとか上がらないみたいなとかが解消されてっていうふうになるっていうのはよく聞きますけどうんなんか でまあ今、とりあえず1ヶ月通ってくださいって言われたんで、週に1回通ってるんですけど、うん、うん、なんか次の日は見違えるほど肩が軽くなるんで、これもっと早く20代の頃から知っとけばよかったなと思ったところですね。そんなパソコン、まあ、キーボードバシバシ打ってたってことでしょ、コード書いてたのが。 るみたたいなな感じになったんですかりました、まあ、昔から肩は凝りやすいんですけど。うん、なんか力入ってんですかね。なかああ、なそうかな、力、ま、が、あ。あとちょっと、まあ、昔はあの体が多く、まあ、小さめなんで、ちょっとなんかオフィスとかだとサイズが合わなくて、うん、椅子とか<ー>そディスプレイの高さとか、それで凝ってて。 でまあ、そっからなんかあの机 DIY したりとかしてなんかあの電子証拠デスク使ったりとかしだしてよくなったんですけど、うん、あの高さが調節できるんでディスプレイアームとか使って、うん、なんかここ最近はそれ,それで初めて凝ったっていうそれ使ってて凝ったっていうよくわかんないですけどねこれが廊下かなって思いました廊下なのかな <laughs> うん、なんか多分どっか力が入りすぎてるんじゃないですかねなんかリラックスできてないところがきっとあるんじゃないですかねえ全然肩こりとかならないんですか僕はならないですね基本肩こりはなったことないな腰痛いとかはねあの変な椅子硬い椅子とかずっと座っててなるとか、まあ、よくありましたけど、うん、肩はなったことないなへえ珍しいですね珍しいのかなこの仕事してて いや珍しいと思いますよああそうなのかなうん僕もスタンディングするようになって腰とかはだいぶ凝らなくなったけど、うん、肩首はやっぱめっちゃ凝りますねああ<ー>、うん、まあでも結構凝ったことはないけどなんかこう休憩する時というかさ、まあ、ある程度一段落がついたなってなる時に肩甲骨周りとか,なんかこの辺ストレッチしてること多いかもしれないですね ああまあだからそれによってこう防止されてるのかもしれないですねまあじゃあさ一応凝ってはいるってことですね <laughs> こまあ凝ってる感じってやるよりはなんかこうずっとこう同じ姿勢でいるとさやっぱりなんかこう固まってきちゃう感じあるじゃんはいはいはいそれをなんかほぐしてるっていうのは確かにあるのかもしれないねまあ凝ってるの前段階なのかもしれないけど最近筋膜リリースって流行ってますよね筋膜リリースってがあるんですかなんか そうまあストレッチみたいなはい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 、なんかそう筋肉固まった筋肉をなんか溶き,きほぐすみたいなタイプのなんかストレッチとか、うん、なんかそういう、うん、なんだろうローラーとかなんか筋膜リリースガンみたいなやつとか <laughs> あそんなのん流行ってますそうそうそう<ー>流行ってますよなんかもう本当そういうさなんか健康の話とかし始めたらいよいよおじさんだからねもう。 なんかこの薬がいいよとかさ <laughs> もう抗えないなと思いました <laughs> <laughs> そういうしゃじなんか話し始めちゃったらもう完全におじさんおじさんからもうだんだんおじいさんになっていくからねもうそこ <laughs> いやでも結構針を言ってもっとそういうのは早く知っといた方がよかったなって思いましたああ<ー>なんていうかしないじゃないですかそういう話 <laughs> 若いうちは <laughs> うんもうちょっとなんかでもそれでも僕20代前半から結構肩こり ひど,かひどかったんで、うん、もう耐えから知りたかったなっていうふうに思ったっていう話ですね。うん、なんかでもあれだよね、そういうのってあの、まあ、対策ってなると、こうなんか、おじさんっぽいとかおじさんっぽい感じになるんだけど、なんでそうなるのかみたいなこうところを突き詰めて、防止するというかさ、予防,予防するっていうか、うん、かそういうとこまで知っておくのは重要だよね、若いときから。うん まあなんで最近だったのかって言ったら多分運動不足だと思うんですけど。いや、それはあると思いますね。うん。うん、運動した方がいいっすね。<laughs> 当たり前のこと言ってなんかしてます。いやー、運動はたまに走るか自転車でなんかシャカシャカこいでるぐらいかな。うーん、自転車ってなんか。いや、そんな、あるそう,うそういうがっつりじゃないっすよ、別に。 普通の、まあ、最近はなんか、ロードバイクみたいな街乗りっぽいロードバイクみたいな、ロードバイクのライトなやつを持ってたりしますけど、へえ<ー>。まあでも普通に別にそんな、ガチでやってるっていうよりは、もう普通に、チャリみたいにここいやるっていうだけですけど。うーん。偉いですね。いやいやいや。僕はもう怠惰な,なんで、何もやりたくないですね。ね <laughs> 基本的に <laughs> な。なんかね、<laughs> 外出ないとなんか、 なん,なんていうの健康なんだけど体調悪いみたいな感じになったりすることあるんですよね、僕。うんなんかこう、僕もだから怠惰な気持ちになって、もうなんかずっと引きこもってる時期あるんですよ、たまに。うんでもそれって、単純に健康なんだけど、なんか引きこもってるせいで、なんかこう、なんなんだろうね、精神的なものなのか、なんなのか、なんかこう、体調が悪いみたいな気持ちになるというか、うんなんかそういう感じになることがよくあって、うんね、外出た方がいいんですよ。<laughs> <laughs> ほんと外出るだけで全然違うんだよねなんかやっぱりそれ、えー、まあ体動かしてるからなのか、まあ、外出るっていうのももちろんあると思うんですけど太陽の光を見るとか、うんうん、重要ですよやっぱりそういうのいやすごいおじさん話になっちゃったおじさん話になっちゃいましたね <laughs> はいそんな感じです今回はちょっと分厚い高い本の話をしようかなと思うんですけど、うん えとまあ、具体的には「アバウトフェイス」ですね。うん「アバウトフェイス3」うん。そうですね。まあ、日本語で出版されている「アバウトフェイスの」のサードエディション第3番っていうやつの話なんですけど、まあ、これもうすでに絶版になってて、基本的に買えない本なんですけど、<laughs> うん、<笑><笑>たまにこう、中古市場というかね、そういうので流れてきて、な数万円で買えるっていう。 <laughs> 今はちょっと幻の本になりつつある <laughs> 今アマゾンだと4万9800円ですね, <laughs>、うん、あのねただまあ図書館とかにはねよく、まあ、東京でもいくつか図書館に置いてあったりするんでまあ、そういうとこで読めたりするかもしれないですけどうん、うん、まあなんかちょっと前にね出口君がちょっとアバートフェイスまた読み直そうかなみたいな話をしてて、うん、まあじゃあちょっとリサイズ FM で話しますかみたいな。 今回その最初でなんかちょっとさすがにこの本はなんか結構分厚くて内容量多いみたいな本なんで一気に全部やるの難しいなってことで、まあ、なんかいくつかに何回かに分けてね、まあ、話そうかなっていうふうに思うんですけど今回は割と、まあ、最初の方なんですけど一番もうコアの部分の話になるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この本の中でいう。<laughs> そんな話をしようかなと。まあ、ただ、結構この Aboutface3 も出版されたのが、えっと、もともとの本がにあの海外で、US の方かな出版されたのが2007年で、日本語版も2008年とかなんで、かなり、そうなんだ、書かれた時期っていうのが結構前なんですよね、もう。うん、なんで、まあ事例とか、なんか、 なんかこういうふうに考えてるみたいな部分が結構あれなんかこれ今,今はそんなことないよねみたいなことが結構いっぱいあったりするんで、うん、まあちょっとその辺はまあなんとなく流しつつ、まあ、そういうこともあったんだなぐらいのところも触れつつみたいな感じで、まあ、聞いてもらえればいいかなっていうふうにはちょっと思うところはありますね。うんうんまあ、そううですね最近読もうと思っったきっかけはあのののローーールケーキの日野さんのインタビューが、うん、の記事が まあちょっとなんかツイッターで話題になってたんで見た人いるかもしれないですけどその中であの「a b o u t f a c 3の、まあ、これから多分話すと思うんですけど「ゴール l イ i r e c t e d d e s,、うん、<S i をかなり参考にしているっていう話が猪、まあ、野さんが話をしてて、うん、まあその中でああそういえば「a b o フェイス僕も持ってたんだずっと持ってたんだけど数年積みっぱなしにしてたんで。 まあそれでちょっと久、はあ、々に読んでみようかなって思ったっていう、まあ、それがきっかけですね僕も実はえー、っと2008年2010年かな2010年ぐらいに、まあ、僕がハテナ株式会社ハテナっていうところに勤めている時にまあなんかこう買って読んだりしてたので、まあ、結構昔に読んだ部分もあって。 でまあ、忘れてたりとかするところ部分もあるし、まあ、今読んだらまたなんかに、ねうん、新しい発見があるのかなと思って、まあ、ちょっとそういうのもあって、まあ、じゃあ僕も一緒に読,み読もうっていう感じで、まあよよ読み、読んでちょっと話そうかなっていう感じですね、今回は。うんうん、なんでまあ、全3回、4回ぐらいにな,るなりそうですかね、このアバー u フェイスリ3読むってい,う,いう。どうですかね、まああの なんかその、なんか読んでみての空気感とかで決めちゃってもいいかなと思うんですけど、結構最後の方とかはね、なんかこう、細かい、なんていうの、パーツというか、UI コンポーネントの話が結構、細々あったりするから、まあ、ちょっとその辺どこまでやるかなみたいなところがあるので、うん、まあ全部なんかね、細かく紹介してっても、あんまり、ちょっと今と食い違ってる部分も多分いっぱいあるだろうし、うん、まあちょっとその辺は、まあ、 空気見ながらみたいな、読みながらみたいなところはあるかもしれないですけど、うんうん、まあ何回かに分けて話せればいいかなっていうふうには思ってますね。うん。じゃあその第1回ということで。はい。まあ最初はね、本当にあのさっきも言った、まあこの本のコアの部分というか、あの、ゴールダイレクトデザインっていう考え方の部分の章のチャプター1ののから始まるんですけど、うん。 まあゴールダイレクテッドデザインの前に、この本書いてるアラン・クーパー、アラン・クーパーさんがまあ考えるまあ人間本位のデザインの定義っていうのが一番最初に書いてあるんですよね。<laughs> まあそのデザイン、人間本位のデザインの定義は何かっていうと、ユーザーの好み、ニーズ、モチベーション、コンテキストをまず理解することと、<laughs> でそれからビジネス、技術、ドメイン。 まあ対象分野とかの可能性ですよね、ドメインの可能性、必要条件、制約を理解,理解することうん、うんで、それらを知識、それらの知識をまあ基礎として、携帯、内容、振る舞いが役に立ち、使いやすく、魅力的でありながら、技術的、経済的にも実現可能性のある製品を作るための計画を立てることっていうのがま、まとめて人間本位のデザインの定義だっていうふうに書いてるんですけど。うんうん なん,かこれなんで僕がこの紹介をしたかというと、うん、なんか、まあ、今でこそねなんていうの,この表面的なデザインじゃなくて、もうちょっとなんていうの時間的尺度の長い体験的なデザインというか、そういうのが重要だっていうのは当たり前になってきてますけど、まあ、結構この頃からこの人は結構もうずっとそういうのをずっとなんか言い続けていて、うん、なんかしかもこうなんていうのビジネスロジックみたいな部分だとかその技術的な部分だとかマー,マーケティング的な部分も含めて。 しかも、それを、なんか、そういう技術を持ったして上で、さらに実現可能性があるのかとか、うん、それを継続的に提供できるのかみたいな部分の計画全体のことが、そののなんていうの人間本位のデザインであるっていう定義に入ってるような気がするんですよ、うん、人間本位っていうのは、今でいう、まあ、人間中心設計みたいな話ですよね。<laughs> ヒューーマンセンンセターデザインというか、うん、まあ、まあ、それに近いのかなっていうふうに思いますけどね。うんうん まあでもなんか最近はさ、やっぱりこうタクラムみたいにさ、BTC、ビジネス・テクノロジー・クリエイティビティみたいな、どれも兼ね備えるみたいなのが、まあ、デザイナーとか、まあ、そういう人材として重要だよねっていう話考え方というか、そういうのあるけど、うん、なんかアラン・クーパーは結構この頃からそういうのも考えていたのかなっていうふうにちょっと、まあ、これ読んんでで思ったんですよねこれは何年ぐらいの話なんでしたっけ90 なんかね、初版は95年とかか。初版は95年なんですよね。だからかなり前なんですよね。うん、で、なんか、98、八多分ね、98年ぐらいから、このゴールダイレクテットデザインっていう方法論が、この人の中で確立し始めてきていて、<laughs> だから割とそういう、なんていうの、2000年前後みたいなぐらいの多分時期ですよね。うこういうかん考え方をして。20年前。はいうん、その頃からその、ちゃんとビジネスのこともみたいな。 ただね、でもね、あのうん、同じこのゴールダイレクテッドデザインのチャプターの中で、その実際に作る人、なんか開発、まあ、技術者とかエンジニアですよね、うん、となんかデザインする人っていうのはその、なんていうの、利害が対立する部分があるから、うん、役割を分けて、別々の人がやった方がいいっていう風にも書いてあるんですよね、なんか。 理解っていうのは、具体的にはエンジニアっていうのは結構効率性だとか、そういうものを求めていくじゃないですか。うんうん、その開発するにあたって、行動を書くにも、なんかこう、そういうことをやっていくにあたって。うんうん、ただデザインっていうのは、その効率性とはまた違う、なんていうの、ユーザーのためにっていう部分を突き詰めていくから、なんかそこってどうしても、なんか、どこかで対立するというか、どっちかが折れなきゃいけない部分って絶対あると思うんですよね。うんうん、だからそれは、ちゃんと役割を分けて、別々に人が。 やるべきっていう風に、なんかこう、この本の中では書いてあるんですけど<ー>、まあこ、この時代はそうだったのかなっていうところもあると思うんですよね、なんかそれって。うん、なんか最近は結構そういうのって、なんかまあさっきのタクラムの話じゃないけど、うん、まあどっちもできてとか、いろんなことを、なんかい,いろんなセグメントのこう知識とか能力、スキルっていうのが、なんかみんな持っといた方がいいよねっていう考え方で、うん、まあその中で多分こう、こなんていうの、折り合いをつけるっていうかさ。 どういう風なな配分にすべきかみたいなバランス感覚が求められてるみたいな時代じゃないですか今ってどっちかっていうとまあひょっとしたらそのこの辺はなんかねうん,あなんかこの95年初版が出いた95年以前とかは、うん、まあなんか一人の人がこうデザインもまあその分業制じゃなかった時代だったと思うんですよねもっと前の時代ってまあそっからまあこう、うん いうわかんない年代はわかんないけど、まあ、なんかその徐々にこう分断性になっていって、また今、今また分断しない方がいいんじゃないかみたいな、うん、そうだねこれに戻ってるのかもしれないですねうう感じかもしれないですね。なんか昔ってやっぱり、なんていうのまずエンジニアがこう開発して、デザイナーがいないからエンジニアもデザイン的なことをするみたいなさ、うんうん、そういう時代ってあったんですよね、多分、うん、本当の初期の頃は。うん でそれからだんだんその、まあ、デザイナーが、デザイナーじゃなくてエンジニアが作って、それに対してデザイナーがこういい感じのスキンを当てるみたいな、スタイルを当てるみたいな時代になりつつあって、今回みたいに、いやなんかスタイル的な表面的な部分だけじゃなくて、もっと根本のところからデザインが入らなきゃいけないよねっていう時代になって、いや分業すべきだみたいな流れになってきたっていうところなんでしょうね、この時の時代背景に。うん まあそうは分担とは言ってもアラン・クーパー自身は割とこうプログラマーとしてもこうすごい実績を上げてながらそういう,ふうデザイン的な考え方もすごいする人ですよね。うんうんうん、そうだね。うん、だからまあ全部全部っていうかいろいろなことができる人がいなかったっていうわけじゃもちろんないと思うんですけどね。ただなんかよくやられてる手法として なんか、まあ、分,分業した方がいいよねっていう考え方を言ってたのかなっていうふうに思いますけどね。うんまあでもそう考えると今は結構そのいろんなスキルを求められてそのバランス感覚を求められるっていうなんか、まあ、ある種この時代から見るとなんか難しい時代だよねうん。<laughs> そうですね。なんか面白いですね途中に出てくるなんだろうあのー、さっきの。 このマスターとか、可用性とか、可能性とか、現実性のバランスって言ってる、うん、あの図が途中で,で、うん、出てくると思うんですけど、はい、そこでこう会社の例みたいなのがあって、うん、アップルはこうデザイン面では、うん、あのいいけど、ビジネスで失敗を重ねたって書いてあって <laughs>、なんかちょっと時代を感じるなと思って <laughs>。<laughs> 時代を感じますね。うん、まだあの多分 iPod とかで成功してない頃の話だもんね、ね、1990年代って、うん。 今となっては自 <laughs> 価総額1位ですけど <laughs> <laughs> ビジネス的にもうまくいってねん,なんかあらゆる面で最強みたいな感じになっちゃってますけどアップルはで、まあ、本題のこのゴールダイレクトデザインの話に入ってくるんですけどうん,、うん、なんかまあそれまでというか、まあ、よくあのねデザインの本とかで、まあ、有名な あのー、方で、まあ、ドナルド・ノーバンっていう方が、ね、いて、その方はまあその頃なんかこう行動中心デザインっていうのをなんか提唱してたんですよね、まあ、方法論として。これはまあおそらくですけど、まあ、ユーザーのこう抱えてる課題だとか、まあ、それを解決するためのまあ行動っていうのをまあ理解した上で、それを考えて、えっと、ちゃんとまあやりましょうねっていう、場当たり的なものというよりはそういうふうに考えましょうねっていうやり方だと思うんですけど。うん そのアラン・クーパン自身はまあこの方法だとまあ,ある程度良くはなるかもしれないけどなんか例えばそれによって製品をまあ他の会社のものとかプロダクトよりも差別化するだとか,なんかもっと画期的なソリューションとかを生み出すとかそのなんていうのユーザーを本当に意味でなんか満足させるプロダクトっていうのはまあ生み出せないんじゃないかっていうふうにまあ言っていて。うんうん でそ,そこで、まあ、そのデザイナーがまあ本当に最初に考えるべき問題っていうのは、その行動自体っていうよりも、ユーザーがなんでまあその行動なり、何アクションなりをしたいと思うのかっていう部分であって、そのいわゆるまあ人々のそういうあらゆる行動っていうのを駆り立てているゴールって言われるものは、何なのかっていうのをまあ明らかにして理解することがまあ重要だっていうふうに言ってるんですよねなるほど。 でまあ、だから、まあ、そのゴールが一番重要なので、そのゴールに直接結びつけるようなデザインっていうのを、まあ、考えるべきだっていうふうにつながっていくんですけど、まあこれってまあなんか考え方の話ですけど、なんかあのタクラムの「デザインイノベーションの振り子」っていうまあ本ありますけど、うん、まあそこでもなんかこうリ,フメリフレーミングっていうまあ手法みたいな考え方のなんかフォーマットというかやり方があって、まあそれでもなんかね、こう同じようにこうもっと。 大きな枠組みの根源的な欲求は何だろうっていうふうに追求するっていうようなまあそういう考え方だっていうふうにもまあ捉えられるかなっていうふうに思うんですけどこのゴールダイレクトデザインにこの発展したところってこれって何か言い換えると何て言うんだろうねそのある課題を解決したい人は なんかどういう人なのかとか、うん、まあその前後のコンテキストは何なのかとか、まあ、課題を解決した先にどういう,なんていうのビジョン、うん、なんかこうありたいみたいな理想の自分っていうのをもっと、まあ、何を持ってるのかっていうのを多分,多分それって多分、まあ、ユーザーというかそういう使ってる本人もそんなに,に,に完璧に認識してないと思うんですけどそれを言語化して 理解するっていうのが多分ゴールを導き出すっていうことだと思うんですよねんうん。すごいっすねなんかこの時からそういうこと言ってたんだと思ってうんまあ結局やっぱそのコンテキストだとかそのなぜってところをちゃんと理解しようみたいな話ですよねざっくり言うとうんまあなんかね明確にはあの本の中には書いてないんですけどただやっぱりなんか その単純に目の前にある課題を解決するっていう話じゃだけじゃなくてその先の何ていうのもっとこうなっていたいっていうなんとなくのビジョンみたいなちょっと未来のところっていうのは、うん、なんか知っておくべきっていうか,なんか本当はそこに向かいたいはずだから、うん、そ,のそこに向かいたいなんか向かうために道のりの中にこうハードルがあるからそれを超えたいっていう話になってるので。うんうん だからそのハードルの超え方を考えるんじゃなくてそのゴールとしているものの道のりを考えてあげるっていうのが、まあ、重要だっていう考え方だと思うんですねこのゴールダイレクトデザインって、うん、れですよね今日今日んだろうなレシピを別に決めたいわけじゃなくてレシピを探したいわけじゃなくて、うん、まあ今日何作るかを決めたいっていう話とか <laughs>、まあ、あともっとゴールを先に置けばさっさと、うん 今日作るもの決めてあのなんだろうなあのまあスーパーとか行ってさっさと買い物行ってもっとなんだろうな子供と時間を取りたいとかそういうことですよねんか、まあ、単純になんかこ何作ろうか困ってるってだけじゃなくてそうそう他にもなんかこう作りたいっていうところよりも多分こう子供になんかこう 健康に <laughs> 健康な食事を提供して、なんか美味しい。喜んでもらいたいと喜んでもらってる。風景がなんかこうねう。目指したい姿だったりするかもしれないしここ。ま、そういうところですよね。ここでゴールゴールってどこまでのゴールなんですかね？なんかこう？あるじゃないですか。ライフゴールとか、うん、なんかこう？うん,うん,うん、そのまあ短いスパンでのゴールなのか。すごい人生かけてのゴールなのか？ なんか本の中では基本的になんかその辺は明言されてなかった気がしますね、僕は。うん、なんかそれ,をそれに関して。うんうん、ただ、なんか、まあ、目の前のハードルを超えるための課題解決ではないよっていうことは確実に言ってるんですけど、ただ、それをじゃあどういうスケールっていうかスコープでそのゴールっていう設定ゴールっていうのを設定すべきかっていうのはそこまで明言はしてなかった気がしますね。解釈の なんかそこは解釈がこう読者に委ねられてる部分がもしかしたらあるのかもしれないですけどまあでもなんかそのスパンとかスコープっていう概念というよりはどっちかっていうと僕はなんかこうより根源的なその何て言うのものかどうかっていう <laughs> そっちの方が重要な気はしますねうん、うん、まあもちろんねあのスパンが長くなったりとかした方がより根源的なものに近づく っていうのも特性としてあるかもしれないですけど、うん、その人の価値観みたいなところそう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 まあそういう行動原理の大元みたいなものですよね、うん、多分それってそれを理解するっていうことのが、まあ、より根源的なものを理解するっていうことの方が重要だっていうこの後手法としてペルソナとかユーザーインタビューとか出てくると思うんですけど、うん、まあそれをなぜするのかっていうところがまあ何だろうそこにちゃんと紐づいてるというか。 そうですね、うん、ゴールをちゃんと理解するためにやるんだっていう話ですよね、うん、きっと。で、なんかこのゴールっていうのがまあその根源的な行動原理の大元を理解するってことじゃないですか。うん、で、これあ、これが確かに、なんか本当の意味での、なんていうの、人間本位じゃないけど、人間の生き方とかもそういうものに寄り添ったデザインなんだなっていうのを、なんかねこう、読んでて改めて思ったんですよね、なんか <laughs>。 人間中,中心って書いてないのはそういう理由なのかなっていうふうにもちょっと勘ぐったりしたんですけど人間本位のデザインっていうのはそういう意味でもなんていうんだろう単純に表面的なものじゃなくてなんかこうね寄り添っているっていう意味のなんか意味合いっていうのがあるのかなっていうふうにっ思ったんですよねなんかああなるほどまあちょっとこれはね完全に僕の <laughs> 感想レベルで言ってる話なんで、うん、本の中でそういうことが書いてあるって話じゃないんですけど。だうん、うん、から、ユーザビリティとかそういうことじゃなくて、うん、もっとそれを超えた、うん、深い。そう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 。もっと深く、うん、その人として、ユーザーっていうよりは、もう人としてなんかこう寄り添っていくっていうかさ、あ<ー>なんかそういうデザインの考え方なのかなって思ったんですよね。まあ、確かに多分 人間中心その HD とか、もう本来はそうだったと思うんですけど、まあ、割とこう表層のユーザーテストとかユーザビリティみたいなところがまあピックアップされることは多いですよね。そうですね。うんうん、で、まあそう、さっきも言ったけど、まあ、こういう考え方に基づいて、ユーザー調査だとか、まあ、ユーザーのモデリング、まあ、ペルソナとか言われてますけど、うんうん、を作ったりだとか、まあ、コンテキストシナリオみたいな、そういうなんていうの、ペルソナをのゴールをどういうふうに達成するのかっていう。 まあ、結構大元の設計の部分ですよね。うんうん、だとか、まあ、それに基づいた要件の定義だとか、まあ、そういうサービス設計っていうのを行っていく必要性が、まあ、今後、それ出てくるんですけど、今後のステップで。うん、ただ、結構ここってだから、バラバラにしちゃうと、なんか、意味を持たなくなってくる部分が結構大きく多くあるんだろうなっていうふうに思うんですよね。うーん。バラ,バラらばら。そう、そのなんていうの例えばユーザーあ、ゴールダイレクティットデザインっていうのを抜きにして <laughs>、 ペルソナを作ってなんか考えるとかっていうのはあ、ね、まあうん、うん、それだけでも全然いい部分はもしかしたらあるのかもしれないけど、うん、ただそのなんていうのパ本来のパワーが発揮できないみたいな <laughs> うん、うん、そういうところすごく多分あってでまずこのゴールダイレクティットデザインっていうのを、まあ、理解してそれを実践するっていう上でまあそのペルソナスクールだとかそのシナリオを考えるだとかっていうのをやっていかないと、うん、結構片手落ちになる部分がすごくある。 そうっね、か一時期さなんかペルソナってなんかすごいブームみたいなた時あったじゃないですか。あれって完全にこう手法に踊らされてるというか、うん、ああいう時期あった でなんかペルソナ作ったけどでみたいななんかなんか対して生かされないとかなんかそういうふうになることってよくあると思うあったと思うんですよ昔ってなんかペルソナだけじゃなくてこう後々にはカスタマージャーニーマップとかなんかそういうモデリングどれもモデリング手法だと思うんですけど、うん、それらが先ま先走って流行っちゃうみたいなのはよくありますよねそうそうそうでなんかそれの原因ってやっぱり結構なんか例えばその コールダイレクテッドデザインみたいな大元の考え方が抜け落ちちゃってるから、うん、なんか作ってみたはいいけど,ど、うん、うんって感じになっちゃうその後なんか続かないというか、うん、連携していかないみたいな状態になるっていうのはあると思うんですよねそうですねいや正直僕もそういう UX デザイン的な話ってなんかこう大学で体系的に学んだわけじゃないから、うん、こう割と現場で手法から入っていってそこから 深く知っていくみたいな感じだからなんかあんまこう各手法、うん、そのインタビューとかペルソナとかそういうのがどうこう一つつながってるのかっていうのが、まあ、あんまり最初は見えてなかったっていうのはありますよねだから、まあこまあ、例えばペルソナで言うとペルソナみたいなのを作っ、まあユーザー調査してペルソナみたいなのを作ったとしてで、まあ、まあそういうのをもとにして、まあ、じゃあそのペルソナが求めているゴールって 達成したい最終的に達成したい根源的な行動原理になるゴールっていうのはどこなのかっていうのを考えるっていうのをやるのが重要だっていうふうに多分アラン・クーパーさん言ってて、うん、もうそれでペルソナだけ抜いてやっちゃうとなんかこうよくわかんない感じになっちゃうっていうのがあるっていうのは <laughs> 結構昔それであったのかなっていうふうにもうなんか僕も昔なんかペルソナとりあえず作ってみたいなことやったことあったけどうん、うん、そういう抜け落ちてる部分が結構あったんだろうなっていうふうには 思いましたねなんか、うん、あこれが95年時点で全てこうこうすべきってのがこの人は分かってたわけですねう,ーんうんいやうんそうねなんかさ、まあ、ちょっと余談に合っちゃうんですけど、うん、なんでこの人をなんかそういう考え方をしたのかなっていうのをちょっとまあちょっと半分予想なんですけどうん、うん、いろいろ考えてたんですようん、うん もともとアラン・クーパーさんってソフトウェア設計とかまあプログラマーやってた人でビジュアルベーシックなんかをね作ったりとかしている方なんですけどまあビジュアルベーシックっていうのは Windows 用の GUI アプリケーションを開発する際にこうなんていうのすごく簡単にできる効率的にできるまあツールだとかプログラミング言語のことを言うんですけどなんかこうねまあ今でうなんていうのヒグマのコンポーネントじゃないですけどあからかじめまあなんかこう用意 GUI のパーツっていうんですかね、UI コンポーネントがいくつか用意されてて、まあ、それをポンポンってこう配置してで、そのオブジェクトを危とに起点と規にして、イベント処理するみたいな記述ができたりとかっていうのが、まあ、提供されてたりしてたんですけど、ソフトウェア,アプリケーションとして。VBA、ねうん、触ったことないんですけど、そういう感じなんですね。いろいろな側面あるんで、ビジュアルベーシックって。まあ、一概にそれだけじゃないんですけど、うん、もちろん。プログラミング言語っていう側面もあるので。ううんうん、うん なねうん、そういうツールを提供したことによって、結構、なんか、まあ、Windows のソフトウェアがすごく作りやすくなって、めちゃめちゃ開発されたわけですよ。確かこの VisualBasic が19年1990年ちょい前ぐらいかな、確かにこう提供されても、1990年代に、だからそれの影響でものすごい Windows のソフトが爆発的に増えていったわけですよね。 うんうん、でまあそれによってまあもちろんね質がいいソフトウェアとかそういうのも開発されたのかもしれないけどなんていうのこうユーザーにとって難しいなんかこう質の悪いソフトウェアみたいなものも多分すごいいっぱい世の中にあふれかえったと思うんですよ。この辺ちょっと半分予想で言ってますけど。 うんうん、で多分それでなんかこう自分が作ったビジュアルベーシックによってこの <laughs> 世の中がやばいやばいみたいな状況になったことを <laughs> こうなんか危機感を感じたんじゃないかなと思って <laughs> あ<ー>その自分が簡単に生み出せるものを作ってしまったことによってなんかこうあんまりこうデザイン的なことを考えずにこうなんかいろんな,なんかよくわかんない使いづらいソフトウェアみたいのがいっぱい生まれちゃって、うん、なんか多分そういうのになんか危機感を感じたんじゃないかなと思って。 うんうん、それで多分本当にこう使う人にとってなんか本当に重要なことは何だろうみたいなこう視点からこう考え始めてなんか設計方法っていうのをいろいろ考えてたんじゃないのかなっていうふうにアラン・クーパーさんのなんか略歴というか歴史を見ていてちょっと思いましたね。これちょっとだいぶ予想的な部分があるんで当たってるのかどうか分かんないんですけど。うん、うん なるほどね。アラン・クーパーは当時マイクロソフトにいたんですかいや、なんかね、マイクロソフトとはなんか別の別の,あのソフトウェアとかを作る会社なのか、まあ、そういう仕事をしてたらしいんですけど、まあ、それを最終、うん、なんか作ったそのビジュアルベーシックに,も元になる、元になるやつかな。なんかね、それをね、ビル・ゲイツに売ったかなんかして。うーん ああ本当だ1988年にビジュアルベーシックのもと、うん、となるような製品を、うん、ああ製品というか言語プログラミング言語をマイクロソフトに売ったんですね。うん,うーん 昔まああんまり最近は多くないのかもしれないですけどまあでも僕はが見ている限り最近でもあるなって思うことがあるんですけど、うんうん、<laughs> なんていうのこうい,いろんなニーズを満たそうと思ってなんかめちゃめちゃたくさんの機能がバーっていっぱいあるみたいなアプリケーションってたまにある気がするんですけどうん、うん、あるあるですねうんまああれってなんていうの まあ、必ずしもユーザーにとって必要なものだったり満足するものじゃないじゃないですかなんかすべてがうん、うん、あれって何か何でもできるんだけどその使い方をとかなんか結局ユーザーがどうしたいのかっていうのを全部ユーザーに押し付けてるわけですよねその考えるの、うん、<laughs> 言ってみればそうですねそういうところがまあそのまあ完全にゴールダイレクトデザインと相反する部分なんですけどうん だそこを本当は、そのなんていうの、機能とかそういうものじゃなくて、本当はそのユーザーがどこに向かいたか,向か,いたかったのかっていう道のりみたいな部分を、本当はデザイナーが真にデザインすべき対象なんだっていうふうに、このガレダイレゴールダイレクテッドデザインは言ってると思っていて、なんかハードルの超え方とか、なんかそういう話じゃないんだと思うんですよね、やっぱり。うんうんうん、そうっすね だから、なんかだいぶ拡大解釈して言うと、うん、なんかユ,ユーザーとかその、ね、ある人の人生をデザインしろって言ってると思うんですよね。<laughs> まあ、でもそういうことですね。ゴー,ルうん、ゴールダイレクト。そう,そうそうそう。ゴールまあ人生っていうのがねそのなんていうの、何を指すかですけどね。ちょっとした今のこの数秒も人生なわけだから。うん、でまあさっきのゴールのスパンをどうするかって話じゃないけど。そそ、まあうんうん、そうそうそう,そう うん、そこに本当はデザイナーが放スすべきだよっていうふうに言ってるのがゴーこのこの考え方っていうのは本当なんかまずこれをが一番最初に出てくるけどこれが全てだみたいな <laughs> いきなりこの話もうバシッてしてでなんか多分ね僕もそのハテナ時代に読んだ時って 結構分断して読んでまあ臨会でや読んでたから <laughs> なんていうのそういう意味でも分断して読んでたんですよね、うん、そのチャプターごとに、うん、だからこう別々のこととして読んでた部分がもしかしたらあったのかもしれないなと思って<ー>ただなんか結構このゴールだけデザインっていうのはなんか根本の部分だからなんか全部に紐づいてこの これがまず大元にあって、その土台の上になんかいろんな手法だとかっていうのが乗っからないと、うん、ち,ゃちゃんと機能しないだなっていうふうに、まあ、なんか改めて読んでてあ、これはまず忘れないようにしないといけないよねっていうふうに思いましたね、うん、なんかこのう。途中で出てくるゴー,ルゴールダイレクトってデザインの中で、なんだろう、やるべきプロセスの一覧みたいなのが出てますけど、うん、まあこれはすごい分かりやすいですね。うんうん 調査,調査からモデリングがあってモデリングからまあ予見的があって、うん、フレームワークをどうするか決めて、うん、デザインをまあ実際の画面デザインをしてっていうところの流れの中でどういう手法がこう関連してるかっていうのがまあ一枚の絵にまとまってて分かりやすいですねこれ。ただなんかその流れをなぞればいいっていうわけじゃなくてやっぱりなんかその土台に そのゴールダイレクテットデザインっていう考え方があるんだよっていうのを忘れないようにしないといけないっていうのがあるなと思って、うん、多分その図にそのゴールダイレクテットデザインの土台が書かれてないので僕はそこはよくないなと思ったんですけど <laughs> 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 そこが重要だよっていうのをもっと強調しないと僕みたいにこう僕の昔みたいに <laughs> 全部分断して読んじゃったりするかもしれないんで考え方たりしてしまって結構ん,んかねそこは本当 ちゃんと忘れないようにしないといけないなっていうのね、改めて思いましたね、なんか。<laughs> 意外にあっさり書いてありますよね。<laughs> そ,うそ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 う。まあ、このね、ゴールダイレクトデザインのチャプター1も、そんなにページ数。 そうまあ、多くないんですよ、す実は。<laughs> 一番こう、まあ、<い>根幹な割には結構あっさりですよね。うん、まあまあ、そんなにね、なんていうのも、シンプルだからっていうのもあるんだよね。<laughs> 正直、そんないろんな言い回しで変えて、なんか書くべきことでもないから、まあ、すごくシンプルなんだけど、ただ、すごく重要で、今日なんかね、重要なことだから。なんかもう、チャプターはゴールレクトデザインに全てが書いてあるような感じがしますね。 うーんまあただねあの具体的な手法、まあ、じゃあそれのためにどうしたらいいのかっていうのはそこに書いてないので、まあ、それに関して、まあ、後々のねチャプターとかで、うん、まあそのプロセスのやり方だとか、まあ、そういうのを解説していくっていう流れですよねこの本自体は。うん、でまあチャプター2の実装モデルと内脳内モデルっていう話に移っていくんですけど。 ま、これはどっちかっていうとプロセスの話っていうよりは、まあ、どうこれも同じように考え方の話なんですけど、まあ、いわゆるまあ実装モデルっていうのはシステムモデルみたいなものと一緒で、まあ、要は、なんていうの、プログラムとか実際に動作する仕組みで、なんかこうエンジニア視点のモデルですよね。うん、どう動くのか、実際にどう動くのかっていう。で脳内モデルっていうのは、まあ、いわゆるこう概念モデルみたいなもので、 なんていうの具体的な仕組みさっきの実装モデルみたいなものとは関係なくてそのよりこうイメージしやすいように単純化したりとか場合によってはなんかこう湾曲して抽象化された動作のイメージうん、うん、でなんかど、まあ、これはどっちかっていうとユーザーがどう考えてるのかっていう、まあ、どう見えてるのかっていうユーザーの視点の、まあ、モデルですねうん、うん、でこれって、まあ、特にソフトウェアの場合っていうのは何ていうの ユーザーが具体的にどういうふうにできてるかっていうのが、まあ、理解しづらいっていうのもあるし、なんていうの表面的に前に出てこないので、うん、特に GUI とかはね。うん、だから、まあ、実装モデルと直ないモデルって、すごく大きく乖離しやすいものなんですよね。 ああ例えば自転車とかだったら実装モデルとノーナイモデルがどう動いてるかがユーザーが分かりやすいから返りしづらいけどっていう、うん、でもソフトウェアはそうじゃないよねって話ですよ、ね、うん、そう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 まあなんかこれ、まあ、ペダルをこ,こいだらっていうか蹴ったらなんかこうチェーンが動いてそれがタイヤに動力が伝わって回るっていうのはイメージしやすいんだけど、うん、見えてるから。うん、うん ただソフトウェアの場合はその辺が見えなくなってる部分があったりするので、うん、なんかこのボタンを押したらどうなるのかっていうのは、なんか見えづらい部分があるわけですよね。うん、具体的にどういうふうに動くのかうん、うん、で、それをだから、その脳内モデルと実装モデルっていうのを、まあ、なんていうの橋渡しするような存在として、そのユーザーが理解しやすいようにデザイナーが作り出した動作イメージというか、 こう例えば UI とか細かなインタラクションデザインみたいな部分が表現モデルって言われてるもので、うん、まあこれはかだから完全にデザイナー視点のモデルですね、うん、デザイナーがこうより分かりやすくするために作り出したモデルで、まあ、最終的にだからデザイナーっていうのはこの表現モデルっていうのを考えなきゃいけないんですけどそのただその表現モデルっていうのがその実装モデルと脳内モデルの間でなんていうの より分かりやすくするためには、ユーザーの考え方に近い脳内モデルにできるだけ近づけてこう作らなきゃいけないよっていうまあ話をしているっていうチャプターですね、ここは。これはまあ当然そうですよね。ユーザーがまあ例えば説明書を見なくても、なんとなくこれをすればこれができるんだろうなっていうのがこう分かるっていうのは、きっと多分、ユーザーがなんとなくイメージした、こうやればいいのかなっていうのに。 近しいデザインになってるからこそできるっていうことなんで、うん、まあそういうものを目指そう、目指しましょうっていう、まあ、話をしてるところですね、ここは。まあ以前、ポッドキャストでも話した OUI とかに近しいですかね。うん、表現モデルの中でも、周りと実装モデルに近しいのが、うん、手続き型なのかもしれないし。うんそうですね。うん まあそういう文脈も確かにありますね。うん、まあただ、ソフトウェアって実際のものとまあ違うわけ、違う部分って多分いっぱいあると思うんですけど、例えばその領域に制限がない部分があったりするわけじゃないですか。仮想領域っていうのかもしれないですけど。うん、まあ要は何ていうの、画面、その画面いっぱいだけがなんか領域じゃなくて、 なんかそのスクロールしてずっと続けて見れるとか本だとさすがにスクロールはできないわけじゃないですか、まあ、ページをめくらなきゃいけないわけですよねうん、うん、でそういうデジタル世界だからこそできるなんていうのこう情報化時代の拡張って言ってるんですけど拡張性っていうのは別途んていうの単純にそのスキューモフィズム的にその リアルのものに全部寄せていけばいいかっていうそういう話ではなくてそういうなんかデジタルの世界だからこそできることっていうのはどんどん取り入れなきゃいけないよっていう話もしてましたねうん,うんまあこの時期は iPhone みたいなタッチデバイスも全然なかった時代ですもんねうんそうですね、うん、なんかいまだにカレンダーって、まあ、この本の中でもカレンダーの例出てましたけど 分かりやすいっていうのもあって、つきたいんで表示して、なんかページングするみたいなのが当たり前な部分があったりすると思うんですけど、なんか本当はこうね、ずっと続いてるわけだから、区切りなんてないわけじゃないですか、日に日に日にちにっていうか。もっと普通にシームレスにスクロールして見れてもいいんじゃないって話は、この本の中でも書いてあって。まあ それ,のそれによるメリット、デメリットって多分あると思うんですけど、ただ、そういう考え方も、デジタルの世界、ソフトウェアの中では必要そのか、必ずしもリアルと一緒にする必要性はないっていう部分も考えなきゃいけないっていうのは言ってましたね。うんうん、その、ちゃんと再構築するというか、単にリアルなものを真似すればいいだけじゃないんだよって話ですよね、うん。そうそうそう,そう,そう。PC だったら PC に合わせたもので再構築するし、スマートフォンだったらまあスマートフォンの画面サイズに合わせて。 再構築しなきゃいいいけななみたいな、うんまあ、なんかこういうスキューモフィズムの話がなんで出てきたかっていうとまあいわゆるそのユーザーが考える脳内モデルって、うん、まあ今までの経験とかそういうものから生まれてたりする部分があるのでうん、うん、その今までの経験っていうとまあそれまでねウェブとかまあアプリケーション全然触ったことない人もまあそれなりにリアルの世界で生活してると思うんでそういう手がかりをもとに 多分こう見て考えるどうしたらどういうふうに動くのかなって考えると思うんですよね。うんまあそういう流れからその現実の世界と同じような感覚で操作できるとか同じような世界観を模したそのスキューモーフィズムっていう考え方にすると脳内モデルにそのよりこう近づけた考え方モデルが作れるんじゃないかっていうところからまあこういう考え方とかっていうのがま生まれたりとかしたっていうのがあるまあ背景としてね。うんうん あってまあ、だからスマートフォンもねだから iPhone 出た当時は、まあ、今までその全くなかったデバイスあんまり他ほとんどの人が見たことがなかったそのタッチデバイスっていうものだったから、うん、まあできるだけこうリアルの,そのものに寄せた方がその慣れ親しみやすい部分とか学習しやすい部分っていうのがあるだろうっていう考え方から、まあ、そのスキューモフィズムっていう考え方で、まあ、デザインされてた時期が あったったていうことなんですよ、ね、うんまあ今思うとかなりこうかなりリアルに寄せましたよねあの時のアプリ、うんね、製のアプリってなんかリアルなのかって思うところもありましたけど、ね、そうそ<の>なんかリアルフ <laughs> でかなりデフォルメしたリアルというか <laughs> そうそうそう,そうなんかさあの YouTube がさデフォルトのアプリだったじゃないですか 一番最初の頃ってううああありました、ね、でそのデフォルトアプリの YouTube ってなんかすごい昔のテレビっぽいアイコンなんだよねうん,なんかこうチャンネルをダイヤルで回しそうなそれなんか今はもうリモコンだろっていう感じなのにそういうかなりなんかこう歪んだ <laughs> なんかリアル感みたいなのがあった部分もあったなと思ってなんだっけなんかあの録音録音アプリだっけななんかそういうのも結構こう、うん、レトロ感を うーん出したような,なか、ね、UI だったような覚えがあるけど。あれは何なんですかねあれはジョブスの好みなんですかねまあね、後々、そのだからスマートフォンっていうのが当たり前になってきたから、アップルもねその、いわゆるス,マホんスキューモーフィズムデザインっていうのを、まあ、やめて、まあ、これからもっとコンテンツを、まあ、ある程度ユーザーがもう学習し,しきったっていう,ふうのを判断もして、 そんなんていうコンテンツをもっと、全、ま、面に出した、まあ、いわゆるなんかフラットデザインとか言われてますけど、うん、まあそういうふうにこう転換していくわけですけど、それはだからユーザーがそのの、ユーザーの中での脳内モデルっていうのがアップデートされてったんですよね、スマートフォンを使うことによって。っていう、まあ、ここのチャプターにも、どっちかっていうとこうなんていうの、手法というよりは考え方的な話ですね。 実装モデル、脳内モデル、表現モデルの話はすごく大事な考え方ですよね。うん、そうですね。まあ実際になんか仕事の現場とかでもね、なんかこういう話がなんか、なんていうの、会話してる中で飛び交うこともたまにありますからね、うん、なんかこういうのをちゃんと知っておくっていうのも重要かなというふうに思いますね。うんうん、で、まあ、チャプター3では。 えと初心者、上級者、中級者っていう、まあ、チャプターなんですけど、うん、まあ、まあ、簡単にこのチャプターについてまとめると、そのアラン・クーパーさんは、まあ、基本的に、まあ、統計学的にもう出てるって話はしてたけど、その、その、上級者でも上級者でもなくて、まあ、なんでかっていうと、そのまあ、例えば、上級者だったら、 なんていうの早く、まあ、ちゃんと使えるようにな,らなりたいっていう風に思って始めているので、なんかもう数日、数日か分かんないですけど、まあ、長くその初,心初心者だっていうところにとどまっていなくて、まあ、早く中級者に上がろうっていうするこう力が働くわけですよね。うん、場合によっては、それに当てはまらない人もいるかもしれないけど、それって,なんていうの、もう初心者からステップアップできないから、自分はこれもう使えないんだと思って、やめちゃうんですよね、使うのを。 うん、だからそういう意味でも初心,初心者っていうか初級者っていうのはどんどんいなくなっていくるんですよね、どんどん、うん、まあ新しく入ってくるっていうのはもちろんあると思いますけど、うん、で逆にこの上級者っていうのは結構常にこう高いレベルを維持するっていうのは多分すごく難しくてなんかまあそのプロダクト自体もねもしかしたらアップデートしていくっていうのもあるかもしれないですし。 そのより難しくなっていくっていうのもあるかもしれないし、うん、その使ってる人も、まあ、毎日使ってれば、本当に毎日使ってれば、まあ、常に高いレベルを維持できるのかもしれないけど、例えばなんか、ある程度プロジェクト一,一段落して、一定期間使いませんでしたみたいなので、ちょっと忘れてしまったりとか、うん、そういうのを繰り返すたりすることもあるので、だからそういう意味ではこう、中級者と上級者の間を行ったり来たりするみたいなことになりがちで、まあ、結果的にだから、こう。 中級者層がすごく多くなるっていう話なんですよね。うんでまあ最終的に何が言いたいかっていうとだから初心者とかその上級者に向けて作るんじゃなくてまずは中級者に向けて作れって言ってるんですよ。うん、まあ、そこが一番多いんだから。ううん、うん、うんうんうん まあただ、まあ、これ、当時の考え方ですけどそのプログラマー、例えばプログラマーとかは、まあ、全部の要件とか実装を把握してるわけじゃないですか。だからどっちかっていうと、上級者的な視点なんですよね、うん、考え方として、うんうんで。そういう考え方で作りがちだったり、で逆にこう営業とかマーケターみたいな人っていうのは、その相手、普段の仕事で相手するのが、例えば売り込み先の顧客だったりとか、提携企業だとか。うん 投資家みたいな、あんまり製品をよく知らない人にこうデモとか説明することが多いんで、どっちかっていうと初心者的な視点で考えがちで、うん、でその人たちのこう意見を取り,取り込んでいくと、なんかこう、中級者じゃなくて初、初心者だとか上級者みたいな考え方によったデザインになってしまう可能性があるっていう話をしてて、うん、本当はでも、実際はそうじゃなくて、中級者が一番多いんだから、まずそこ考えようよっていうふうに、アラン・クーパーさんは言ってますね。 ななるほどねなんかその上級者が中級者になることもあるっていうのはなんか非常に大事だなと思っててんなんかこうまあそのあんまりこう製品に接してなくて忘れるから中級者に戻るっていうこともあるだろうし、うん、まだなんかその人が置かれてる環境的にこうなんだろうな すごく注意をそが,そがれるような環境にいたりとか,なんか周囲がうるさいとかね、うん、なんかそういう環境でいつも慣れてたことができなくな,なってしまう一時的にみたいなのもあるかもしれないしあるいはそのライフステージが変わったことによってなんかその製品との関わり方が変わったとかね変わった結果上級者から中級者になったとかなんかそのやっぱ戻ることがあるっていう考え方はなんかすごい大事だなと。 そうす、ね、思いますよね。なんかまあそのインクルーシブデザインとも言えるかもしれないんですけど。うん。うん、まあね、なんかよくエッジケースを考えすぎるみたいなことって、うんうん、なんか今でもあったりするかもしれないですけど。ああねうん、なんかまあ、まあ、ある種だからここでは、あんまりエッジケース考えすぎるのもよくないよって言ってると思うんですよね。まあ、もちろん、なんかそういうのが必要だっていうのもあるかもしれないですけど、ま,あ、まずは。 そういうところじゃなくてコアの部分を考えようよって話をまあしてるんだと思うんですけどまああと逆にこう初心者に寄りすぎるっていうのもまた違うよって話ですよねうんそうだねなんか初心者ってやっぱり僕あのよ,よく任天堂が子供を子供扱いしないって言ってるのと同じで初心者を初心者扱いしない方が僕はいいと思ってるんですようん,うん、うん なんかお前何もできないだろうみたいな視点でこう教えてやるよみたいな感じじゃないと思うんですよねやっぱりだからうんこうねできるだけこうまあ必要最低限っていうのはもちろんあるかもしれないですけど何ていうの中級者になんかステップアップするためのなんか最小限のサポートをこうねささっとしてあげるぐらいの感じがいいんじゃないかなっていうので。 思ってますけどなんかアラン・クーパーさんはその初心者に必要なのはヘルプページみたいなリファレンス説明書じゃなくてなんかこう全体像をサクッと使うための掴むためのなんかガイドツアー、まあ、多分オンボーディング今で言うオンボーディング的なものだと思うんですけどそれが重要だよねっていう話はなんかしてましたねなるほどね。 うんまあ、いきなりね説明書というかさ、リファレンス見せられても分かんないもんね、何,何だよみたいな、<laughs> それは当然だと思うんですよね当時の時代背景を考えると、言いたいことは分かるかな、なんか、うん、ただ、なんか逆に今だと、最初からコーチ、なんていうか <laughs>、あのコーチマークがめっちゃ出てきてとか、そういうのが逆にうっとうしいっていうのもありますよね <laughs> うんいやだから、なんか僕はそこはなんか初心者を初心者扱いしてるっていう部分だと思うんですよね。うん、うん まやりどこ、なんかあんが難しいのかもしれないけど、ね、そういうのって。うんただなんか、分かんないから、まずこれ見ろみたいな、なんかこう、教えてやるよみたいな、なんていうの、態度っていうか、インタラクション、振る舞いっていうんですかね、<laughs> っていうのは、なんかやっぱり、僕は良くないんじゃないかなと思ってますね。<laughs> まあなんか、結局、さっきのメンタルモデルの話じゃないけど、<laughs> うん、まあなんか別に教えなくても使えるってところをさそうっていう感じですよね。 そこがまあベストですよねやっぱりうん、うん、うちなみになんかね本の中でこう書いてあったことで永遠の中級者は自分にとっては不要なこう使い方すら知らない高度な機能があることを知ってるんだけどそれがあるっていうのを分かっているとこの製品に投資したことは間違っていなかったと安心するって書いてあってうんい言ってること分かります うん、要はなんか自分は使えないんだけどその,そのレベルに達していないからうん、うん、ただそういう高度な機能があることによってあこの製品選んでよかったっていうふうに思うっていう話が書いてあってそれはどうなんだろうなちょっと僕もなんか分かんなくてその辺ってどうなんだろうと思ってうんどうなんすかね <laughs> <laughs> そういう側面あんのかな 例えばなんかこう、使ってる製品が API に対応、API を公開してるみたいなのがあると、自分は使わないんだけど、うん、満足度が上がる、うん、知ってよくわかんないですね。なんかでもあれなのかね、より専門的なサービスとかプロダクトだと、そういうのがありえるのかもしれないね。うん、まあ確かに B2B の製品とかだと、よくスペック表みたいなのがあって、うん、上位のプランだと、まあ、いろんな細かい上級者向け機能にも。うん が使えますよ。みたいなアピールしてることがあるけど、うん,うん、うん、まあひょっとしたらそういう効果もあったりするのかな。うんなんかやっぱりなんかそういうより専門的で高度な知識が要,要求されるようなものになればなるほど。多分そういう自分はまだわかんないけど、みたいな部分っていっぱい増えてくると思うんですよ。うん。ただなんかなんていうの自分が尊敬する。なんかエンジニアの方がこれはいいって言って使ってるから。 こう使い始めて、あの人もこうちゃんめちゃくちゃ使いこなしてるし、これを選んでよかったっていうふうに思えるっていうのは、<laughs> そういう意味ではありえるのかもしれないね。一般的なサービスに当てはまるのかっていうのはちょっと分かんないけどね、<laughs> こ,ういうこういう話が。そうっすね。うんうん、まあ、まあ、なんか結構時代背景にも影響されてるのかなって気はしますけどね。うん、そうか。 なんか、ちょっと余談なんですけど、うん、なんかちょっと前もなんかこういう話したかなと思うんですけど、そのなんか上級者を思考する人のために配慮されたデザインって、なんかあるような気がしていて、なんかちょっと前の話で、なんかユーザー自身が難易度調整できるみたいな仕組みあ<ー>あ。なんか、前話してた例って、なんかマリオで、っっマリオで B ダッシュができるって。で、あ,はいはい、あれって、早く進めるっていうだけじゃなくて、 速くなることによってちょっと難易度が上がるわけですよね、そのゲーム自体の。うんうんうん、あれかあ。そういう意味ではその、ユーザー自身が難易度調整できる仕組みなんだっていう話を前してたような気がするんですけど。ついやってしまう体験の作り方そていう話か。それ、そういう考え方って結構、なんていうの上級者を指向する人のために配慮されたデザインなのかなって思うんですよね。 うん、そのこっち側が定義した難易度っていうのを用意するわけじゃなくてそれなんかユーザー自身がその難易度をうまくグラデーションとかできたらも,もちろんいいんですけどなんか調整しながらやれるというか、うんまあ、ある種なんかショートカットコマンドとかもまあそうっちゃそうですねその覚える必要性はあるけどその覚えればねこうなんかより効率よくできるっていう、うん、なんかこう自分の上で その難易度調整できる部分っていうところに入るのかもしれないですけどそれで思うのがなん VIM とか EMAX とか,なんかあの90年代からあるようなエディターって結構なんかそういう面が強いなと思ってなんかこう例えば VIM とかってキーバインドが結構ななんだろうな通常のソフトウェアからしてみるとだいぶ特殊そのカーソルキーを。 カーソロキーを動かすみたいな。ああ、そうか。ビあビ v i の話ね。ビームうん。はいはい、そうだね。だけど、あれって慣れれば、キーボードから、なるべくこう、ホームポジションから手を離さずに、こう、エディターを操作できるっていう。うん、そうだね。ものだと思うんですよね。ねで、そこに対してプラグインとかもいろいろあって、まあ、自分なりにカスタマイズでき,できるっていう、まあ、かなりこう、うん、上級者志向のツールだなと思って。うんうん。うん まあ EMAX もそれに似たようなところはあるなと思っててうん、なんかそういうそういうソフトウェアが多かった時代なのかなとかちょっと聞いてて思いましたけど、ね、なるほどね、うんまあ、実際に確かこの上級者の押し子する人のための配慮されたデザインの話っていうのはそんなに詳しく書いてなかった気がするんですけどまあなんかこういうなんていうの上級者のことを考えるとかっていうふうに思った時にそういうなんていうの 自分で難易度を調整しつつ、よりこう、なんかね、学習とかしていって、うん、なんか効率的にできるようにするのを覚えたりとか、そういう仕組みをなんか自分で作ったりとか、うん、っていうのを、まあ、用意するっていうのが、まあ、いわゆるその上級者向けのデザインっていうものに当たるのかなっていうふうにちょっと思ったってことですね。あとはなんか今ほどこう一般 IT にあんま詳しくない人もパソコンとか iPhone を触るみたいな時代じゃなかったと思うんですよ、90年とって。そもそもこう、触ってる人が割とこう上級者志向になりやすい人だったっていうのもあるかもしれないですけどね。あ,ねあ、そうかもね。その、なんていうの、ふだん Web で、Amazon でなんかこう、買ってますっていう人にを対象にしてるっていうよりは、うん、どっちかっていうと、なんかオフィスで働く人たちの、なんかオフィスワークで使う。 ソフトウェアみたいな、そういうものがなんかまず前提にイメージとしてあったのかもしれないですね。そういうのは確かに、そういう背景は確かにあるかもしれないね。まあ、なんか今は要はここで言ってるのは、結果的にはまあ中級者が一番多いんで、まずは中級者についてがっつり考えましょうっていう話、簡単に言うとうそれだけの話なんですけど。ううんうん、うん まあ結構ね、このチャプター1、2、3っていうのが、まあ割とふわっとした、なんかイメージ的な概念というか考え方的な部分の話のチャプターで、なんかこう、さらっと読んで飛ばしてしまいがちなんですけど、実は重要っていうところです。全部。チ <laughs> ャプター3の初心者、中級者の話とかめちゃくちゃあっさり書いてありますね。そうそうそう。めちゃくちゃあっさり書いてあるんだよね。<laughs> うん、ただ、実際はね、多分結構、 こうね、実際に作ってみて、運営とかしてみたりすると、考えなきゃいけないポイントっていっぱいある部分ですよね、こういうのって。うん、はい、そんな感じで、まあ、まずは、AboutFace の考え方的な部分、一番コアになっている考え的な, <laughs> 的な部分の話をしているチャプター1から3について、ちょっと話してみましたけど、どうでした、うん、いやー、一番コア。 フォアだななって感じですね <laughs> <laughs> なんかこうまあやっぱなんか冒頭にも言ったけどそのインタビューとかペルソナとかなんかそういう手法から入っていったからあんまりこうつながりが分かってなかったと特にこう20代後半の頃とかって。でやっぱこういうこれらで。 ゴールダイレクトデザインからこう全て派生してたんだなっていうのがまあ改めて聞いて分かりました。うん、うん、そうだね。まあ、最初の方にも言いましたけど、結局、そこのコアになる部分っていうのが抜け落ちちゃうと、まあ、いろんな手法が片手落ちになってしまうので、うん、結構この辺っていうのをまあ忘れないように意識した上えで、まあ、いろいろなこと、まあ、そういう開発の手法とかっていうのをやっていかないと、ダメだよねっていう部分。 でしたね、そうですね。なんか、古さは全然感じないですね。やっぱコアの考え方は。うん、考え方あ、事例とかはね、あれだけど、うん、コア、本当にコアになってる部分の考え方っていうのは、全然今でも通用する考え方ですよね。うん、まあ、それこそ、その井野さんがこの前、話していた、うん、同じように、今でもなんかそれを実践してるっていう風に話してたように。うん。ですね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。 じゃあまあ次回はもうちょっと具体的な手法の話に入っていく感じですかね。うん、そうかな。まあまずは多分ユーザー調査あたりですかね、話的には。うんうん。その辺から入っていって、具体的にどうそれを落とし込んでいくかってところに入っていくかな。うんうん。じゃあまあそんなところでだいぶ長くなってしまったんで、終わろうと思います。はい。 リサイズ FM へのご質問やご感想リクエストなどはハッシュタグリサイズ FM でツイッターにつぶやいていただくか小ノートにもあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズ FM は毎週金曜日に配信しています Spotify、iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよならさよなら